はい、どうもこんにちは、ピアソの伊藤トンです。今回ですね、今シーズンのオフェンスの UR 携帯品がねめちゃめちゃすごいっていう話題になってたんで、あれね、リスナーさんの中から持ってる人がいて、もうそれをね DM で送ってくださったんですよ。なので今回はそれをねまず最初に見せてもらおうかなと思います。いや、めちゃめちゃすごかったよ。もう見たんだけど、もう光り方がエグい。さ、とりあえずワンオンワンで相手で、まあ、見せてもらうんですけど、どうなんでしょうか。わしょ初手オフェンス追いたくないな。まず、あ、出た。あ、これもそうなんや、今のやつ。超講師みたいな体だったよね。あ、そうなんだ。そうやって言われてるんだ、うん、確かにそうかもしれない。なんか残像がね残るんだよね、今回のあのオフェンスの携帯品は。基本的になんかレインボーな配色かな、確かに携帯品の色っていうのは。さあ、とりあえず追ってってダッシュしてほしいな、これ。さあ、これも頑張ってダッシュさせるわ。ワンオンでね見せてもらうちょっと難しいところもあるんだけど。いや、俺もこれ早く当てたいな。あ、出た。羽根すごくない？なんか残像残ってる。すごい、セミの羽がパーって広がってる感じで。セミの羽、セミの羽って透明なんや、こんな感じなんや。あー、まあ確かに。いや、こう今回収してもよかったけど、まあじわじわとしっかり追っていこうか。ここでとりあえずやっていける、これ。うん、足についてるのもすっごい派手やね。あ、ほんのいちょ、そこまで見る。あ、ほんと、でかくね、これ。めっちゃ光ったんやけど。いや、ここはちょっと鬼没温存しようかな。でもすごいね。これ暗いところのマップとかだと余計綺麗なんよ。まあ、それもあるよね。さっき一回見せてもらったよね。うん、見せてもらえる。とりあえずこれ希望する。あ、危ねえ、危ねえ、余計だ、取った。まあ、ということで、まあ、こんな感じのすごいエフェクトが出てるということで、これ本人視点次に見ていこうかなと思います。さあ、続きましてこちらの映像、これ本人視点だね。めっちゃすごくない？いや、でなんか出てるんだけど、すごいや、ダッシュしてほしいな。やっぱでかい。あ、ハリーポッターの、確かに。うわ、でっ。すごくない？飛んでる羽のやつに入ることないです。うわ、すごい、めっちゃ残るね。で、こっちもダッシュして羽囲いってでかくない、これ。うん、逆にハンターこれ分かりやすいんじゃない。え、戦略的かなと思ったけど、この残像の、あ、残像が逆に見えにくいみたいな。まあ、どうだろうね。さっきハンター側でやった感じ、うわ、来てるっていうのは分かりやすいかもしれないなと思ったけどね。さあ、ということで今回オフェンス使っていこうかなと思います。行きましょう。俺もかっこいい携帯につけてきました。銃をね背負ってます、今回は。それなんか出るエフェクトとか。え、いやいやいや、これでハンターを威嚇できますよ。ほら、撃つぞって。ショットガンだから。うん、まあ、オフェンスは撃つね、そのままではないんやけど、あ、なんか来てるわ、こっち。俺多いかもしれん、本当に。あ、オールフェイスか。うん、さあ、オールフェイスね。え、うちなんて言った？オルフェイスって言ったよ。やばいやばい。いや、なんかね、そのノンがね、すごいね、そのコメントでね、オルフェイスって言われてますよっていうの気にすぎてね、もう逆にノンがオルフェイスって言いようになってるもん。もう最近ね、ノンはオルフェイス呼びになってる。逆にね。うん、逆になってる。ああ、間違ってんなーって思いながらいつも聞き流してる。って聞き流してる。危ない。あ、よかったよかった。いや、やばい、これ、うち狙われてんだけど、普通に。うん、頑張って。今ね、回復ね、10% 回ってる今。場所が悪すぎる。頑張って。工場の中にこれで行けたらいいんやけど。あ、もう終わった。あ、でも、あいつ、まあ。計算的に。オッケー、俺がもう、あれだわ。ハンター倒しに行くわ。そのカラス討伐するね。それも討伐するから、今日のご飯にしよう。シチューにしよう。違うゲームになったら大丈夫。いや、でっけー。見た目に言ったら、そういうハンターよね。ねえ、なんかもう、ホラーゲームでいそうだもん。無理かな、いや、まあ、任せてほしい。頼みます、ゆいさん。感謝じゃないか。あの、あれに、もう一回おもちゃのさ、なんだろう、おもちゃ台のとこに行きたいんや、うち。あ、なんか置いてる。そうそう、これめっちゃ見やすい。思ったより強いわ、おもちゃのやつ。うわ、強い、これ。あー、そっか、強化されたいもんね。そう、全場所、どんだけ離れても場所がわかるから、あー、そこら辺でチェイスしたいんだなとかわかるから、わかりやすい。え、一台上がった、よかった。オッケーオッケーオッケー、任せて。いや、まだやれる。まだやれます。なんいや、感謝置いてない、これ興奮かもしれない。いや、さすがに興奮じゃないと思う。本当に、あ、キモさん、あ、待ってた、オッケー、オッケー、おらー、え、あいー、そこはね、当てやすいんですよ。いや、でも、やばい、よし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 、ちょっと足りんな。そろそろ銃使っちゃおうかな。やばいやばいやばい、俺がやられそう。もうちょっと頑張って。いや、さすがにこれ、俺もう普通に確定機でよくない、これも。あ、うん、確かに。ちょっとね、あれなんで、加速で、できない方がまずいね。そのままタク、オッケー、よし、ナイス。まあ、チョイス3ぐらいだけど、まあ頑張って普通に。あ、板乗り越えれるじゃん、ワンチャン伸びる。これ入れるわ、オッケー。小屋まで行きたいけど、いや、いけるいける、絶対いける。いや、無理だな。あれ疲れちゃうか、なんか飛んでいくやつ強いな、この距離詰めがこのハンド強いわ。そう、まあ距離離れてたらあれ使っても遅いけどね。本当に、うん、距離感がまだ。あー、チェイスしてる、もうここ頑張って回すわ。やばい、起きたい、おもちゃのやつ。1回分かなー、いけたらもう。おもちゃにさ、このハンター強いんよ、うん、距離詰めてさ、この前に見せるっていうのが。あ、確かに、なんかそのモーション中、そうそう、いいよ、もう1回分、うん、もう1回分ギリタックルしてあげれるぐらい。すごい感じになっちゃった、取るの。
いいよ、伸びてるからいいよ、それで頑張って。他2台が回ってるから。あーもうやばい、ここだ。やばい、買わされた、ごめん。あ、オッケーオッケー。うわー、買わされたな。え、これまだうち追ってる、この追ってる、あ、飛んだ飛んだ飛んだ。頑張れ。それおもちゃ飛べるんじゃない？あ、ないしないし、失敗した。あれさっき飛べたんだけどな。さっきはグラインドがあったからね。さあどうしよう。まあ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 、このハンターなんかすごい鍵詰めマークが出てるから、それ出てる最中絶対オフェンスホームランできないからね、めっちゃタックルしやすいよね。さあとりあえずこれ起き上がって一台新規別かな。まあここで回してアップ投げてもいいし、ここ回したかったよね、ゆうが。でも別回しちゃうとね、あれだよね、引き分けになっちゃうね。どうにかして工場の方に離れるわ。うん、オッケーオッケー。いや、救助とりあえず俺もここで、いや、できるできる、救助は OK。 さあ大丈夫、救助成功して、もう俺ここでもうめちゃめちゃ回してタゲ取るわ、うん、これ香水使ってよかったな。なんとか香水香水、うん、分かった、頑張って使うわ。もうこれカウボーイさんにかかりすぎてない？あ、やばいやばいやばい。ああ俺だ俺だ。あーやばい。あ、うわ強すぎ、そのオートエイムやばいんだけど。香水で、うん、もうついてきた。380度戻ってきました、このハンター。え、いや飛んでる。俺釣りか。ね、まあでもこれカラスで飛ばして瞬間してで追いつけるから、うん、ちょっとまずいね。ワンチャン、ワンチャン見失ってるかもよ。え、うちは大丈夫だと思う。めっちゃ離れてる。待って、キャンプするキャンプする。じゃあ残り1台、俺をここからキャンプするなら余裕あると思う。1台分回せる、回せるかな、うん、まだついてないよ。頑張るしかない。もうカーボーイに頑張ってもらうのと俺の銃で頑張るだけ。銃昔はね、あれずっとつけてないよね。なんかムレータだっけ、なんか闘牛の携帯品があったんだけど、それを最近外しました。なんで？やっぱね、オフェンスってね、なんかそういうのついてるとすごいね、速度が遅く見えてホームランしやすいんよ。携帯品ついてるとバレやすい件こそってことっていうのもあるしね、視覚的にね、すごいホームランのタイミングが見やすい。ほー、なんかわかんないけどね、もう特に一番遅く見えるのはあの蒸気機関車のポッポーってやつね。あれマジでホームランしやすい。 あれ使ってる人見たことないかもしれない。いないね、マジで。うん、うん、あれが一番遅く見えて、でその次にあれが見えやすい、なんかその濡れたが見えやすくて、でこれもう思って、あ、これ何もつけてないのが見やすいんじゃないかって思って外した。なるほど、うん、その衣装はね、ほんとかっこいいよね。うん、もうこれは本当に大悟の中でもう1位、うん、2位ぐらいで聞いてよかったって思う衣装だね、俺は。もう復刻ないしね、多分ペルソナこれ以上。いや、そうやね、ペルソナも全部かっこよかったよ、ほ、うん、マジでかっこよかった、ね、サバイバーで俺一番好きだな、間違いなく。一番ヒーローでよかった。あ、いいよ、いいよ、オッケーオッケーオッケー。もうこれでもうなんとか頑張ってもらうしかない。俺追いかな、さすがに。俺追いです、俺追いです。やばい、本当にこっち開けてるようし、鍵詰めマークつけられてる。もうちょい、あ、外した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 。タゲジメするな。反対側行ったら多分大丈夫だと思う、うん、まあなんとかなんとか。こっち側でもどうしようかな。瞬間移動に変えれる。俺もね、ハッチあるんだよな。俺ここハッチ待機で行かないと多分ね、間に合わないと思う。俺もどういうこと、2人ともそこ。いや、なんかカウボーイの生の音がさっき聞こえた。カラス出されて大丈夫かな。カウボーイが出れたら、あ、出てた。よしよしよし、いけるいけるいける。危ねえな。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。